なんていうか、うん、生き残れないような状況を作り出してるみたいな感じやな。うん、これもルールの範疇よ。うん。<laughs> 生き残れない生き残れない言うてるけど、仕方ねえよ、そういうもんなんだから。もう俺たちのクランはな、こうやって生き,生きてるんだよ。<laughs> なんか違うと思うんだけどな。<laughs> こんな生き方してねえんだっけ、俺ら。ヤコ行動の間違った遊び方をするのが俺らやからな。だからこそロマン研究所やつっててね。 やっぱロマン研究所はそうでねえとな。もう、うまい連中がなんでか集まってんだよな、ほんで。毎回毎回思えんやけど、その、まだ、その、なんか狂ってる奴らが集まるならまだ分からんやけど、なんか知らんけどね、必然的にうまい奴がどんどん集まってくんの。正直なところ <laughs>、クランの中にバカバケモンに、バケモン強い人がさ、何人ぐらいいるやろうね。数えるだけで5本以上はいるんよ。 にもかかわらずこのクランに入るってすげえよな。<laughs> 入るクラン間違えてると思もないけどな <laughs>。でも入ってくれるだけありがたいんやけどね。こういうバカみたいな企画で集まってな、みんなで楽しめてるわけやからさ。やっぱり。本来なら毎週毎週実は考えてね。あの、あのバイトの時間中に何しよっかなーって考えてるんやけどな。で、あの、考えたことをね、あの、休憩の合間にノートに書いて、あ、こういう企画しよっかな次、みたいな感じで。 やってるんだよね、えー、実は今ノートにまとめてるんですけどもノート見返したらですね <laughs> え4月いや5月ぐらいまで6月初、あのー、上旬ぐらいまでもう予定埋まってんだよねつまりそのぐらいやりたい企画がたくさんあるってわけグロいよなほんまによう要そんな企画バンバン思いつけようあそしてあれだって あの、クランの人が言うてはったけどさ、ガソリンバグなくなったらしいよな。めっちゃ悲しい俺。もう、俺たちの遊び道具がなくなっちまったよ。<laughs> 俺たちの遊び道具なくなっちまったよ。もう、俺すげえ悲しかったもん、それ聞いて。ガソリンバグなくなっちゃった。めっちゃ泣いたもん。うわーって。もう一晩中、あの枕濡らしましたね。あ、枕霊の枕ちゃうぞ。